どうもお世話になります。 FJ ファクトリーの藤田です。11月12日朝の6時でございます。とうとうやってまいりました FJ ミーティング。今から会場の設営だったりいろいろやっていきたいと思います。で、 FJ ミーティングの内容をご覧ください。すいません、皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。10時半になりましたので、これから FJ ミーティングの方開催させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は、皆さんの僕たちも初めてということでわからないことばっかりあると思いますけれども、まず注意事項の説明だけさせていただきたいと思います。ですね、注意事項ですね、注意事項というかご説明だけさせていただきます。トイレの方玄関入っていただいたらお肌畑がございますので、そこで積んでいただけたらと思います。で、あともし事故があった場合は全て、責任は私が持ちます。ですが弁償はできません。ですのでもう注意して、出ていただいてもいいですか。もう責任はもう僕がもう負いますので、ごめんなさいってちゃんと謝りますんで。で最後、イベントの終了が15時になってます。皆さん、我が子いっぱい写真撮っていただいて楽しんで帰っていただけたらと思いますんで、本日はどうぞよろしくお願いします。
ですね、今回、色分けの方をさせていただきました。もう嫁さんがもう寝る間を惜しんで、なんかいろんなことして、あの色分けできたんで、ちょっと見ていただいてよろしいでしょうか。どうぞどうぞ。あ、よかったな、負けれたね。サビサビ気取ってや。藤田さん、触っていいっすよ。触っていいっすよ。いいっすか。やっとお目にかかれました。先週忙しそうだった。誰や、こんなところに早くの車が多いかな。すごいな、これ。やっと見れました。これすごいな。うまい、これ塗り張ったっすね。でも前でやった。中古で途中までやってるんですよ。あの中古屋さんが遊びで。あ、そう。それ買ってから育てて。あ、ずっと育てて一面ワンパネずつ育てていった。そう、育てて。ありがとうございます。石川イメージ鳥取練馬や。撮影隊来た。大きな声で言っていいですかね、撮影隊に向かって。何を？養生テープの話を。紹介の方とかも、ね、でもこれぐらいでは誰も。出展企業さんのご紹介したいと思います。阿部紹介さん、うちのおすすめのスタッドレスタイヤとかノキアンタイヤですね。そういうの取り扱いあるんですね。ホイールですね。ホイールね、安価にスタッドレスタイヤに履き替えたりとかするのに、はい、まあ、そのデザインもね悪ないし。そうなんですよ、フィアット用で一応専用サイズなんですけど、うん、ぜひスタッドレスとこうセットでつけていただきたいですね、うん、でも結構お買い求めしやすい。パンダにも用は合うし、フィアットにも。そうですね、まあ、純正のデザインに近いというか、まあ、これからの季節の一つに加えていただけたら嬉しいですね。そうですね。でもこのタイヤはすごくロードノイズも少ないし、僕は結構好きなん で、17565の14のサイズはうちでも超特価で出してるんで、すごくおすすめしたいタイヤになります。オーストリアのレムスさん。でこうテールも実はカーボンと、まあ、これちょっとクローム調なんですけど、何種類かお選びいただけるんで、結構こうお好みですごく分かれるんですけども。音すんね、レムスさん。これは車検対応ですよね。車検対応です、大丈夫です。これ B4 のショックですよね。 B4 じゃ B14 です。 B14 です、車庫帳です。車庫帳の方ですね。はい。あ、いいな。悩むね、こっちとこっちで。まあスポーティーな感じっていうんであればビルシュタインでいいと思うんですけど、今ちょっとこの日のために作ってきたんで、こう、あ、フィアットマイスター藤田氏の好評、好評っていうのを作ってきたので。 ありがとうございます。まあ確かにほんまいいショックやった。値段もね、はい、リーズナブルなんで、かっこええもん。
まあ、海苔味は間違いないね。ありがとうございます。ただ上見たらキリはないよ。上を見たらキリないけど、どこにこう落としどころを持っていくかっていうと、ね、20万円までで食が、ええ食が欲しいって言ったら、これは土俵に上げていただけたら嬉しい、ね、商品ですよね。はい、安倍翔太です。安倍翔太、山口さんです。ありがとうございます。あ、ラフィートさんや。ラフィートさんだ。どうも、東浦です。どうもどうも。さっき言われた。東浦全部さっき言われた。先に言っとこう。東浦です。竹で作ってます。全部言われた。いい場所ですね。はい、ちょっとね、雰囲気もいいし。雰囲気もいいし。うん、すごいいいっすよね、このね、ドリンクホルダー。これ。あります。中途の方がしくて、おかげさまで。ちょっといつもと FJ と色が違うから、購入されるお客さん多いかな。でも、本当ありがたいことに、本当にもう、いや、藤田さんの、なんていうんですか、やっぱ。いや、藤田さん、やっぱ、お人柄が。やべ、二三万渡しとかなかった。ジングショして。ああ、これね、あの2年前かな。2年前に出して。ちょっと知らんかったんですけど。はい。めっちゃ可愛い。あの何年前だろう。2年半前ぐらいに出して、ちょっと伝説を残した T シャツ。まああれだけど、すごく皆さん来てくださって、本当に久しぶりに復活させたというか、ね、車のカラーに合わせて。そうっすよね。こういうイベントの時に、なんていうんですか。やっぱり緑の車を着ている人なんだろう、乗ってる人なんだろうなっていうのも分かってもらえるような、ね、なんかそういうのがあったら楽しいだろうなっていうので、まあ、こういうのを作ったんですよね。でも好評いただいてるシフトの分いいな。やっぱフィアトのロゴついてたら全然車あのしっくりくるよな。すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。ラフィートさんでした。はい、ありがとうございます。どこです。あ、いらっしゃいませ。あイブコーポレーションの富田社長です。よろしくお願いします。今日はイベント出演ありがとうございます。いい、これ白色も売り切れちゃったんですか。そうなんです。そうなんです。会社に行けば在庫は全然あるんですけど、ここにあるのがなくなっちゃったんです。これな、これおしゃれ。ちょっと味気ないとこありましたもんね、黒でね。やっぱりお客さんと同じです。ここのエコノミーボタンのこの下あたりにこのこういう工具の中に入ってるんで、それをこう入れてもらってパコッとやるとこうやって開くんで、でシフトノブ外して、であとは両面テープでビタッと貼るだけです。でパネルを戻していただければ完了です。これもいいっすよね、充電器。はい、ありがとうございます。もうこれも売り切れちゃいました。時代っすよね。え、売り切れた。売り切れました。売り切れたんですか。はい、この白とこれが売り切れました。それだけね、はい、いいあの商品を作ってはるから売り切れるんで、ありがとうございます。はい、いや本当嬉しいな。もうそこ一個ね、うちからも注文させていただけると思います。はい、あの白ですね。はい、はい、わかりました。はい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 、はい、あの味気ない黒色の中にこうメッキが、で実はこれ反対赤ついてるんですけど、これあ、ほんまや、かわいい。純正はほとんど出てないですよね。出てないですね。でだから出るように作ったんですよ。あ、アバルト風味にするんですか。そうです、アバルト風味です。めっちゃ低重心で良くないですか。いいですね。形すげえこだわりました。自分のあのフリーハンドで描いたイラストを一生懸命デザインしてくれたんですけど、多分2月か3月ぐらいには発売できると思いますけど、3日ぐらい前にあの音が上がってきて初めてつけましたけど、赤色かわいいな、ワンポイントで。こんなあったらええのにっていう商品、やっぱりイブさん作りはるっすね。いや、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、続きましてはミニデザインさんです。ミニデザインさんのブースにやってきました。世界に1枚作ってみませんか。でもオリジナルで作ってくれはんのがすごいよな。 うちも作ってほしいね、トートバッグ。ボス&ビーズ西山牧場ですね。長里さんに届いておきます。かわいい女の子です。こんにちは。100台のうちに入らなくて。あ、いえいえ。あそこは空いてるから
おめでたやんってなるでしょ。どうしてもあそこ借りれなかったんですよ。そういうことだったの、ね、フラワーパークで。あ、そういうことだったの。次回はもっと。待ってます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。あら、かわいい。こんにちは。寝ちゃった。ギリギリできるぐらいだったんですね。飛ばしはったんちゃいます、大丈夫か。いやいやいや、取ってそこはちゃんと。お前か。東京から来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。三田の居酒屋さん、光月さんが今日出店してくださって、ソーセージのね、ブルーレン。ホットワッフル欲しい言うのだな。うん。忙しいそうな。忙しいふり。あ、やば、1時やわ。もうちょっと戻ろうか。すいません、お待たせいたしました。これからくじ引きだったり企業賞の発表をしたいと思います。まず最初に企業賞の発表からしたいと思います。おめでとうございます。26番の方、おめでとうございます。おめでとうございます。番号35番の三重番号です。35番。後で車に置いときます。そうですね。ナンバーは11番の方。11番の方。番号が40番。40番の方。40番の方、帰られました。帰りました。最初はグー、じゃんけん。最初はグー、じゃんけん。僕2回グー出しました。ガス、最初はグー、じゃんけん。うわ、信じてくれ。ガス、最初はグー、じゃんけん。おー、あれ？番号1番の500のツーエア、ね、ぜひお使いいただけたら。あ、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。もらっちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございます。月に行かんの見えました。はい、アビットオドッグ71番の車の方です。101の124スパイダーの方、ありがとうございました。ありがとうございます、はい。16番の方、500です。番号は7番、おめでとうございます。続きまして、いっぱい商品がございますので、これからくじ引きをしていきたいと思います。89番の方、好きなものを選んで帰ってください。
ありがとうございました。ありがとうございました。もう結構長い話してもいい。 FJ ファクトリー今 9年目なんですけれども、まあ嫁と2人で始めて2年間ぐらい仕事もない。どうやって仕事取ってこようか。大きい中古車の量販店さんとかそういう感じの中古車屋さんの下請けとかしとったんですけども、ある一台の出会いがありまして、それで僕の人生が180度変わった。そのある一台というのが平成24年式の2012年のフィアット500ツインエアの、ポップかなのポサノバホワイトと初めて出会って、なんて面白い車なんやと思って、でそこからずっと恋しまして、その車に。でも次の日から俺はもうフィアット500専門店にするって言って下請けをお断りするようになって、もうそればっかりのめり込んで、で最初はもう嫁はんに大反対されたんですけど、ずっと続けてきて何年か7年か今でフィアット500始めて7年で、こうやってミーティングまでできたことはやっぱり本当自分の中では一つのターニングポイントになれたかなと思っております。また応援してくださってる皆様には本当もう感謝しかございません。これからもまだFJ ファクトリー本当頑張って突き詰めていけるような形で皆様にご恩を恩返ししていきますんで、どうぞ FJ ファクトリーをよろしくお願いいたします。また、本日、20人近くのボランティアの方がご参加いただきまして、それがもう関西アバウトクラブの方なんですけれども、すごい綺麗に色を合わせていただいたのは関西アバウトクラブの方に事故もなく駐車いただいたり誘導していただいたんで本当感謝しかございません。また関西アバウトクラブの方なんかお手伝いすることがありましたらぜひ参加いたしますんで、よろしくどうぞお願いします。本日は本当はありがとうございました。1個ないっすもん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、ほぼや綺麗にない。やられたー、すげーなカラス。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。FJ ファクトリーどうぞよろしくお願いします。